この1週間メニューのおかげでダイエット成功できた。この1週間メニューのおかげでストレッチが習慣化できたと話題の、早く痩せたい方のためのダイエット1週間メニュー。15万人以上の方が友達になってくれている無料の公式 LINE、友達追加していただくことで最新バージョンを配布中です。ダントツ一番人気の全身メニューだけじゃなくて、足痩せメニュー、お腹痩せメニュー、二の腕痩せメニュー、ふくらはぎ痩せメニュー、すべて無料でプレゼントしています。概要欄の固定コメントに貼ってあるリンクをクリックして友達追加すればすぐにメッセージで届きます。今みたいに肩、首、腰が痛いデッドバグ、腹筋、禁止、股関節、背骨周り、しっかり柔らかくして、正しくデッドバグ、腹筋やれば、一回でウエスト細くなります。ウエスト細くして、くびれを作りたい。そんな方のために、一番最後におまけ種目、二つ入ってます。上向きに寝て、スマホ見ながらやっていきましょう。まず、左足を右、こっちにねじります。こんな感じです。膝を床につけましょう。左肩、なるべく床に近づけましょう。お尻、腰、背中、背骨周りですね、ストレッチかけていきます。ふう、呼吸は止めないようにしましょう。ふう、膝を床につけて左肩を床に近づけるとより伸びてきます。ただ無理しなくて大丈夫です。呼吸を止めないようにやっていきましょう。この腰周り硬いとね、デッドバグ腹筋やっても腰に効いちゃうので、しっかり伸ばしていきましょう。よし、 OK。 逆側いきます。右足を左、こっちにねじります。膝をしっかり床つけて、この右肩なるべく床に近づけましょう。腰、お尻、背中伸びる感覚ありますか？ふう、呼吸を止めないようにしましょう。この辺がね、伸びる感覚があれば OK です。無理にぎゅーっとねじるとね、痛めちゃうかもしれないので、痛気持ちいいぐらいで呼吸止めないように行っていきましょう。で、最近ウエスト僕測ってねって言ってるんですが、メジャー持ってない方ね、100円ショップ行けば売ってるので、ぜひ最寄りの100円ショップで買ってみてください。 OK、 上向きになりましょう。そしたら次は、左手万歳しましょう。で、体を右に倒します。こんな感じです。左の指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと、左の脇腹、脇の下伸びてくると思います。伸びますか？この辺です。もうちょっとね、斜め前に倒したり、真横に倒したりとか、脇の下、脇腹伸びる位置探しましょう。上半身をね、もうこっち右に倒しちゃうイメージです。ふう、呼吸止めないようにして、指先をね、なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと伸びます。ただ肩腰痛い方、無理しないでください。よし、 OK。 次、逆いきます。右手を万歳して、遠くに向かってぐーっと指先伸ばします。脇腹、脇の下伸びる感覚ありますか？こんな感じですね。上半身ちょっと左に倒して、ふー、脇の下、脇腹伸びれば OK。 ふー、肩腰痛い方、無理しないでくださいね。ふー、指先遠くに向かってぐーっと伸ばす。上半身をなるべくこう左に倒した方が伸びますが、僕みたいに家が狭くてできないよって方は、真上に手をぐーっと伸ばすイメージでも脇の下伸びてくると思います。ふー、よし、 OK。 そしたら次は上向きに寝て、膝曲げたまま足を持ち上げます。前ももをお腹に近づけるイメージ。こうやってお尻がね、床から浮いてくるぐらいしっかり足上げましょう。ふ、上げる。ふ、前ももをお腹に近づけて、ふ、上げた時にちょっとこうやってお尻が浮くぐらいがいいです。ふ、頑張ってお腹意識して。ふ、腰痛い人無理しないで。で、結構お尻が上がらないって質問いただくんですが、手とか肘でこうやって床をしてズルするとね、いいです。こうやってそうするとお尻上がってきます。ズルしてももちろん OK です。よし、 OK。 そしたらまず膝曲げて、足下ろしたまま片足ずつこうやって上げていきます。前ももしっかりお腹に近づける。この腹筋使う感覚ありますか？股関節付け根や腹筋を使ってます。ゆっくりでいいので、しっかり前ももお腹に近づけましょう。スピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲で動かすことが目的です。しっかり上げて、ふう、きつい。で、この次の種目からちょっと両手使うので、スマホどっか床に置いて立てかけておくといいと思います。よし、 OK。 じゃあスマホは一回どこか立てかけておきましょう。両手で足抱えます。このまま反動をつけて、腹筋、ズボラ腹筋です。ふう、できますか？腹筋意識してくださいね。
もしこれ起き上がれないよって人は、こうやって足抱えるだけでも OK です。ちょっと上半身をね、こうやって上げれば、腹筋、これだけでも効いてきます。ふぅ。余裕がある人はちゃんとこうやって反動つけて、腹筋ちゃんと意識してくださいね。ふぅ。きつい。ふぅ。頑張って、呼吸止めないで、きつかったら再生速度、調整したりとか、途中でサボったりして OK です。よし、OK。ふぅ。そしたら、膝曲げたままでいいので、ドローインしていきましょう。息吸って限界までお腹を膨らませます。限界までお腹膨らませます。もうこれ以上膨らまないってとこまで膨らませましょう。ゆっくり吐いて、ふぅ。吐いて吐いて、ふぅ。吐きながらお腹へこませて、ふぅ。お腹硬くして、ふぅ。よし、OK。もう一回息吸って。限界まで息吸って。この深呼吸のペースはね、僕と同じじゃなくてもいいですよ。限界までお腹膨らませて、ゆっくり吐いて、ふぅー、吐いて吐いて吐いて、吐いて、ふぅー、吐きながらお腹へこませて、お腹硬くして、しっかり吐き切って、ふぅー、よし、OK。ふぅ、そしたら次、右足、大きく外回ししていきましょう。時計回りと反対です。反時計回りで、大きく回していきましょう。股関節がゴリゴリ鳴るよって方は、痛みがなければ大きく回しちゃって OK です。逆に痛みがある方は、ゆっくり小さく、痛みがない範囲で回していきましょう。ふぅ、きつい。なるべく大きく回しましょう。呼吸は止めないようにしましょう。ふぅ。ラスト1回。よし、OK。そしたらそのまま左足も同じようにやっていきます。大きく外回し。こっちは時計回りですね。ゆっくり大きく回しましょう。ふぅ。こっちも股関節、痛みがなければ大きく回して OK です。で、股関節がね、ゴリゴリ鳴るのが気になるよって方は、股関節ゴリゴリ鳴る方向けの動画がありますので、概要欄貼っておきます。あと、ズボラストレッチの教科書でもね、このゴリゴリ鳴る原因とか解説してるので、ぜひ概要欄見てみてください。ふぅ。呼吸止めないようにしましょう。きついな。ラスト1回回しましょう。大きく回す。オッケー。そしたら次、左足を右、こっちにねじります。最初と同じようなポーズ取りましょう。そのまま股関節大きく回す。伝わりますかね？一応この方向的には反時計回りです。この僕と同じ方向で回していただければと思います。これもゆっくり大きく回す。スピード勝負じゃないです。これもゴリゴリ。股関節とかね、腰が鳴るよーって方は、痛みがなければ大きく回していいですが、痛みある場合は、ゆっくり小さく、痛みない範囲で回していきましょう。ふぅ、なるべく大きく。ラスト1回回しましょう。ぐっと。よし、OK。ふぅ、じゃあ、逆、右足を左、こっちにねじります。で、これで大きく股関節、回していきましょう。ゆっくり大きくです。ふぅ、結構ね、こう早くやりたがる方多いんですが、急いでもね、そんなに効果ないです。だったら普段動かさない範囲で大きく回した方がいいです。ふぅ。ただ大きく回せる方、それでも余裕がある方は、スピードつけたらね、さらに負荷が上がります。ふぅ。呼吸止めないようにしましょう。ふぅ。この次からちょっときつい種目入ってきますからね。準備いいですか？きつかったらね、再生速度調整したりとか、途中でサボってもいいですからね。よし、OK。ふぅ。そしたら次は、膝曲げたまま、両手は後頭部に当てて、腹筋していくんですが、手で頭を持ち上げてから、腹筋。ふ。頑張って。ふ。しっかり手で頭を持ち上げて。ふ。首で起き上がると首が痛くなります。ふ。ちゃんと手で頭を持ち上げて、腹筋使って起き上がる。ふ。こんなに起き上がれないよって方も、肩甲骨がね、床から浮く。これぐらいでもね、めちゃめちゃ効果あります。きつい。ふ。首痛い方絶対無理しないで。ちゃんと手で頭を持ち上げて。ふぅ。頑張って。呼吸止めないで。ふぅ。ラスト1回。よし、OK。よく頑張りました。ふぅ、きつい。そしたら次。右足を大きく打ち回していきます。さっきと逆回しです。時計回りに回してます。ふぅ。大きく回しましょう。これも痛みある方は、痛みない範囲で回していきましょう。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で回していきましょう。
でね、やっぱり皆さんから結構コメントでいろいろ質問いただくんですけど、僕がちょっと手が回らなくて全部返せないので、この間あの動画の検索の仕方とか YouTube コミュニティに文面投げたんですけど、見てもらえましたかね。よし、 OK。 次左足いきますよ。大きく内回しです。なるべく大きく、普段動かせない範囲で回しましょう。痛みある方は痛みない範囲で OK です。で、そのさっき言った YouTube コミュニティの文面見てない方向けに今解説しますね。例えば、あの足首のズボラストレッチないんですかってよく聞かれるんですけど、そしたらズボラストレッチ足首って YouTube でも Google 検索でもいいので検索すると出てきます。反り腰だったらズボラストレッチ反り腰、もうね、疑問をそのまま検索窓に入れると YouTube とかね、 Google すごい優秀なので勝手に検索してくれます。ぜひ活用してみてください。 OK。 そしたら次は、いきますよ。問題のデッドバグなんですが、手を真上に上げて片足ずつ上げる。ふう、上げる。どうですか、できますか。ふう、しっかり前ももお腹に近づける。ふう、余裕があれば上半身も浮かせる。ふう、余裕があればでいいですよ。ふう、腰痛い方は無理しないでくださいね。ふう、しっかり腹筋意識して、ふう、腹筋使うときに息吐くといいです。だから足上げるときに吐く。ふぅ。ふぅ。腹筋使えてますか？ふぅ。ラスト1回。ふぅ。オッケー！そしたら次、デッドバグ難易度2。いきますよ。じゃあ、膝曲げて、足上げて、手は伸ばす。このまま対角線上に手と足上げる。ふぅ。手と足上げる。ふぅ。これ腰痛くない範囲でいいですからね。高く上げ切ったり、膝伸ばし切ると結構痛いので、途中まででいいです。これぐらい、僕と同じぐらいでもいいですからね。余裕があれば、しっかり手を上げ切る。膝を伸ばし切る。ちゃんと腹筋使えてますか？このね、運動不足の方にとってはね、対角線上に手と足上げるっていうのがかなりきついはずです。あれ、間違えた。こうか。こうか。できた。OK。皆さん、できました。ちょっと難しかったですよね。じゃあ問題のデッドバグ難易度3やっていきますよ。じゃあ手と足こんな感じで伸ばしておいて、同時に上げて5秒キープです。手と足上げて腹筋意識して頑張って5秒キープ、頑張れ。あー、3、2、1、 OK。 腹筋使いましたか？腹筋使えない方はこうやって膝曲げてもいいですからね。よし、もう一回一緒にやっていきましょう。いきますよ、デッドバグいきますよ。よし、上げて、手と足同時に上げて、きつかったら膝曲げて OK。 キープします。あと少し、3、2、1、 OK。 腹筋に効きましたか？これ目的、腹筋を使うことですよ。手と足上げることが目的じゃないです。腹筋使えてない方、膝曲げたりとか、ちょっとね、肘曲げたりとか、自分が腹筋使えるように意識してみましょう。ラスト1回難易度3やっていきましょう。じゃあ手と足伸ばして、しっかり持ち上げる。頑張れ。腹筋使えてますか？腰痛い人絶対無理しないで、ちゃんと腹筋意識して、意識して意識して、ふう、頑張って、3、2、1、よし、OK。 そしたらスマホ持って、一回うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。ふう。そしたらうつ伏せになったら、両手を耳の横に置きます。そのまま肘伸ばして、上半身反らせていきます。お腹伸びる感じありますか？この腹筋が伸びてれば OK です。ふう、腰が反ってきついよって方はこんな感じ、肘ついてちょっと顎持ち上げる。これだけでもね、十分腹筋伸びてきます。ふう、お腹伸びますか？呼吸だけ止めないようにしてくださいね。でもしね、この動画のペースが速い遅いあれば再生速度調整してください。再生速度の調整の仕方わからない方、概要欄に速度調整の仕方貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。OK。 その次はこんな感じで上半身寝かせて、左足を右こっちに持っていきます。左のお腹前面、ここ伸びてれば OK です。両肘は床につけたまま、つま先遠くに向かってぐーっと伸ばすと左のお腹伸びてくると思います。腰が痛い方絶対無理しないでください。この肘が浮いちゃってこうなると全然伸びません。上半身は寝かせておきましょう。で、女性の方で胸が当たって痛いよって方いたので、胸が当たって痛かったら、例えばちょっとこうやって肘つくとかしたらどうでしょう。
伸ばしたいのはここです。ここ伸びれば多少フォーム違くても OK です。ふぅ、よし、 OK。 皆さんついてきてますか？大丈夫ですか？これで次右足を左こっちに持ってきます。右のお腹伸びる感覚あれば OK です。両肘床につけてつま先遠くに向かってぐーっと伸ばすと右のお腹伸びてきます。肩腰痛い方は絶対無理しないでください。ふー、呼吸はね止めないようにしましょう。どうでしょう、これペースとか結構きついですかね？もしペース早いとか遅いとかあればね、コメントでどんどん教えてください。できる限り皆さんの要望を聞きますので。よっしゃ、オッケー。ふう、次、じゃあみんな大好き膝つきプランクいきましょう。肩の下に肘ついて、膝ついたままお腹だけ持ち上げる。腰はなるべく丸める。腹筋に効いてますか？ちゃんと腰丸めてくださいね。腰反ってると痛くなっちゃうんでしっかり腰丸める。きついよって方は肘と膝もうちょっとこうやって近づけるといいです。これでも十分効きます。余裕だよって方は肘と膝なるべく離すときつくなります。ちゃんと腰丸めて腹筋効かせて。頑張ることが目的じゃないです。腹筋に効かせることが目的です。頑張れー。よし、 OK。 ふう、そしたらもうベチャーっと寝ちゃって、ちょっと休憩です。かかとでお尻タッチするイメージでパタパタしていきましょう。ふう、でただパタパタってしてるだけでもいいんですけど、せっかくなのでね、この裏ももお尻の境目あたりが、あ、筋肉使えてるな、動いてるなって感覚があるとより良いと思います。どうでしょう、動いてる感覚ありますか？ふう、呼吸は止めないようにしましょう。きつい。なるべくかかとをお尻に近づけるイメージ。しかし結構きつかったですね、デッドバグ。僕もちょっとかなりやばかったです。 OK。そしたら次四つん這いになります。四つん這いになったらおへそを覗き込む、ゆっくり反らせる。おへそを覗き込む、ゆっくり反らせる。背骨を普段動かさない範囲までしっかり丸めて反らせる。呼吸止めないようにしましょう。反らせる、ゆっくり反らせて、おへそ覗き込む。ラスト1回反らせて、おへそ覗き込む。よし、 OK。 お疲れ様でした。よく頑張りました。ではないです。皆さん最初に言ったおまけ忘れてますよ。さあ両手両足伸ばせてスーパーマンいきましょう。頑張りましょう。ふ、手と足同時に浮かせて、お尻とか背中使ってます。腰痛い方絶対無理しないで。皆さんこのおまけ完全に忘れてたんじゃないですか。僕最初に言いましたからね、おまけあるよって。特別大サービスですからね。最近すごいデッドバッグ好評なので、頑張って頑張って。ふう、きつかったら下げてもいい。頑張れる人頑張って。ふう、腰痛い方絶対無理しないで。お尻背中使ってます。頑張れー、あと少し。よし、 OK。 よく頑張りました。まだあります。スーパーマンクロス、右手と左足上げる、左手と右足上げる。ふ、交互。ふ、対角線上に手と足を上げてください。ふ、もうこれで本当に最後の種目です。あと少し頑張りましょう。ふ、これね、腹筋弱い方、この裏ももとか背中の筋力も弱いので、これもね同時にやれた方がいいなと思って、ちょっとね特別おまけでスーパーマン入れました。ただこれでも物足りないって方は概要欄の動画ぜひ頑張って続けてやってみましょう。ふ、頑張れ、あと少し。あとツイッターインスタ毎日更新してるのでぜひフォローお願いします。よし、 OK。 皆さんよくここまでよく頑張りました。お疲れ様でした。もう全然ズボラじゃない、素晴らしい。自分に拍手しましょう。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張れ。